今朝はこの時間、ひげの体調の相性でおなじみ、自民党外交部会長、参議院議員佐藤正久さんにお話を聞きます。佐藤さんおはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。奈良市で演説中に銃で撃たれなくなった安倍元総理大臣の通夜が今週月曜日東京港区の増上寺で営まれ、岸田総理、自民党の茂木幹事長ら党役員のほか、来日中のアメリカイエレン財務長官ら国内外のおよ およそ2,500人が参列しました。え、翌日火曜には葬儀が営まれ、およそ1,000人が参列、安倍元総理の死を悼みました。佐藤さんは安倍元総理がこの銃で撃たれて亡くなったということをこれどう改めて受け止めてますか。はい、本当に残念で残念で残念でたまらないという思いです。はいえー、実は7月8日、はい、私も京都の応援する会場で、はい、もう安倍総理と一緒になるはずだったんです。まさ、えー、に奈良の 応援が終わったと京都という予定だったんですね。はあ、で、そういう状況と非常にあの驚きました。ええ、やっぱ安倍総理は外交安全保障政策でも経済政策でも歴史認識問題でもやっぱり日本をリードしてくれたけ有な政治家でありましたから。はい、彼を失った意味っていうのは日本にとってもかなり大きいと思ってます。はい、ただ彼の目標は憲法改正含めまだ道半ばだったはずでありますので、意思、ええ、を受け継いで。 我々はやらないといけないいいとけ特に安倍元総理が言われていた日本を強く世界のど真ん中で誇れる国になるように汗をかいていくことが大事だと思っています。はい この事件のあと、ね、アメリカのバイデン大統領は岸田総理と電話会談し日米関係の深み、深みです、ね、進化に大きな足跡を残したと安倍元総理の功績を讃えました佐藤さんは安倍元総理がこうどのような功績を残されたとお感じですか。特に,、はい、特に第一安倍政権では、はい 占領化に作られた教育基本法、はい、これを初めて改正をしましたし、はい、防衛庁防衛省に昇格をさせて、また、はい、憲法改正に必要なんですけれども、未整備だった国民投票法も制定をします、はい、第二安倍政権では、国家安全保障会に NSC を作る法案とか、<え>あるいは特定秘密保護法、覚えてますかね、はいえー、の公務員に注意義務をかけるという罰則を厳しくした、はい、そういう。 法案、はい、あるいは限定的なあの集団的自衛権を行使を可能とする安全保障法制というものを整備をした、はい、特にあの私も直接関わったこの平和安全法制、はい、特に日本の防衛のために行動する米軍とかオーストラリア軍をお互いに守り合うという体制を法的に可能した意味というのは、極めて実は同盟の強化、あるいは 運用面の強化っていう面では大きかったと思います、えー、これによって日本の抑止力とは格段に高まったと思います、はい、さらにじゃすごいなと思ってるのは<っ>国際秩序というものを日本がリードした初めての総意だと思います<ー>例えば自由で開かれたインド太平洋と、はい、ホイップって言われる構想を安倍総理が立ち上げてえ それを他の国が支持をすると、はい、アメリカもそれに乗っかるというのを多分初めてでしたし、えー、TPP、これ、アメリカと一緒にやるはずだったのが、はい、トランプ大統領うやめたと、えー、受けた後11か国をまとめて、TPP11 という形を作ったのも安倍総理で、はい、TPP11 について言えば、今、イギリスや台湾、それから中国が。 日本に頭を下げて入れてくれと、はい、こういうことって今まで多分なかったと、えー、そういう意味では非常にいろんな面で大きな功績を残した軽有な政治家だったと思っています。はい さてその安倍元総理ですけれども銃撃された際ですね現場で警備に当たっていた警察官が一回目の銃声が聞こえた時点で安倍元総理に低い姿勢を取らせるなど警察の対応要領にですね沿った行動を取っていなかったと見られることが分かりました現場の対応佐藤さんこの辺りはどういう印象を持ちですか、はいまあ、いろんな課題がね、えー、後ろの方に警備の穴があったとかいろいろ言われてますけども、えー、一番気になったのは、えー 海外でわれわれが赴任して活動する、はい、PKO でも、一般企業の方でもこういう不安定な銃社会にこう行くときは、一発大きな音をしたり、銃声がしたらすぐ姿勢を低くする、防ぐというのはこれが鉄則なんですよ、ええ、今回、一発の銃声のあと、警備の警察官も安倍総理を台から下ろして低くさせる、ええはい、あるいは防せされるということもやらない あったこともありますけども、えー、周りにいた国会議員とか、市長さんとか、そういう人もずっと立ったままだったんですね、あ,えー、ああいう音がしたら周りにいる人間もすぐ伏せないと、<ー>これはね、あの巻き添えを食らう可能性もありますから、えー、もうそういうことも踏まえて、まあ、今回、要人警護だけではなく、周りにいる、はい、あの人々も、えー、巻き添えに食わないという観点からの対応というのは必要だと思います。えーえー、今回は手製の自由といううふ、はい、に言われてますけども、えー 今、ユーチューブとかそういうのを見れば、ある程度のものは作れると、えーはい、でさらに 3D プリンターもありますから、えー、そういうのを使えば、設計図とあれば、作れてしまう可能性もありますから、やっぱ日本は銃社会じゃないというのは、もうこれから通用しない可能性もありますから、<あ>やはりそういう簡単に銃が手に入ると、えー、作れるという時代の中でどうやって警備をするかということは極めて大事だと思います。はい、特に 選挙って、ね、手出しますやっぱり違うんですよ住民とも周りが近いでしょ、はい、そういう中で要人を警備する、雑踏警備と言われるね、えー、中でも一番難しいのは多分選挙だ、はい、よく選挙が終わったらグータッチなんかやってますよね、やってますグータッチのときに、その中にポッと17が出されたら、1メーター、2メーターの至近距離ですから、えー、含めて、やっぱこの選挙における要人警備って、はい、いう部分、えー、これは、ね、相当。 の総務省と警察庁連携して対応しないといけないと思います、はい、さて今回の事件で逮捕されました山上哲也容疑者ですが2002年から2005年の3年間人気性自衛官として海上自衛隊に勤務していたことが分かっています佐藤さんこの山上容疑者についてはどういう印象をお持ちですか、はい、あのとんでもない男なんでしょうけども、はい、ただ自衛官というのは<っ>国家国民を守るために特別に自由を持つことを 使用することを許可された集団で、実弾射撃訓練も当然行います。はい、そういう自衛官、元自衛官といえども、国民に向けて、ましてや総理経験者に対して自由を向けるということは、これ絶対あってはならないと。はい、ただ、自衛隊には3年とか2年とか、こう、人気付きの制度で入ってくる自衛官もやっぱいます。はい、そういう方々と定年までずっといた自衛隊と。 いうのとまた違いますので、そこでも同じ元自衛官といっても、やっぱいろいろ種類があると、はい、今回2年、3年しかいなかったっ、しかも海上自衛隊勤務であれば、えー、銃の取り扱いってのは、そんなにね、やっていないはずなんです、はーはーそう考えると、もう17年前にこう自衛隊を辞めていたの人間なので、はい、自衛隊辞めた後に、そういう、えー、銃にの触れる機会っていうのは多分多かったんではないかと、えー、自分で相当勉強してやったと。 そういう部分についても今後、先ほど言いましたように YouTube、ね、あるいは 3D プリンター、そういう部分の規制というものは必要になってくるのでもう自衛隊だから元警察官だというだけではなくて、はい、やっぱ一般にこういう規制というものは考えないといけないと思っています。はい さて先日行われました参議院選挙の結果の方に目を向けるとですね自民党は単独で改選定数124の過半数であります63を確保しましたまた自民党勝敗左右する全国の32の1人区で28勝4敗圧勝しました佐藤さん、この参議院選挙の結果佐藤様の応援のためいくつもの選挙区回られたかと思うんですがこれ改めてどのように受け止めてらっしゃいますか。 のうん、まあ三十数都道に県応援に回りました、はい。やっぱり思ったのは、今、非常に物価対策とか、はい、あるいはその、えー、ロシアのウクライナ侵略による物流が止まっているとか、いろんな大きな課題がありますよね、はい、そういうふうについて、あのー、自民党、しっかりやってほしいっていう、やっぱ期待の表れっていう部分を選挙結果に表れたんではないかと、ただ、今後、しっかりそのわれわれが答えなければ、まさに決断の実行でしっかりやらなければ、 逆にこれが決断と実行ではなく、検討と先送りたいうに国民が思うと、期待が失望に変わり、反感に変わりますから、はい、まさに大事なのはこれからだと、期待の高さをいかに結果とするか、岸田政権、あるいは自民党を含めた政府・与党の正念場ではないかと思います。はい その参議院選挙での与党の対象を受けまして、ですね岸田総理、今週火曜日、記者会見しました。ロシアのウクライナ侵攻などで戦後最大級の危機的な状況にある、まあ、こういう認識を示しまして、防衛力の強化などに全力で取り組む考え、強調しています。防衛費増額する場合、ですねじゃあ、財源どうするかという、こういう課題がついて回るんですが、佐藤さん、この財源については、今、どういうふうにお考えでしょう。あのやっぱり一番大きいのは予算措置、はい でやっぱり建設国債的なものをどういうふうに使うかという部分が一つの鍵になると思います、一つ、はい、は海上保安庁の巡視船とかね、<え>あるいは文部科学省の人工衛星、はい、これには建設国債使ってんです、はい、でも自衛隊の護衛艦とか、自衛隊の宇宙関係の予算には建設国債、今、使ってないんです。 ここの辺りも含めて、ええ、もうしっかり制度の枠組みを作りながら、こ、はい、ういう国債っていう部分。建設国債ってなどは全然違いますから。はい、そういう部分の取り組みとも必要でしょうし。ええ。私では前から言ってるのは、防衛納税。はい。ふるさと納税ってありますよね。はい、自分のやっぱり、このところ地域に、の、税金を納めたいと。いうふうに、防衛の関係で、特に自衛隊員の処遇改善のために。 税金を使ってほしいとか、はい、そういう制度を作れば、<っ>ある程度の方は防衛納税という形で、自衛隊の方に応援してくれる方も結構いると思うんですよ。あ,はい、あるいは、自衛隊がいろんな航空ショーとか、はい、音楽サイトとかありますよね、えー、ああいうものも映像なんかをこう配信をしたりして、お金を取ったりしてますけども、はい、そういう部分というのもさらに強化をして、入場料を若干、ね、取ったりとか、はい、そういう形でも、そういう方自衛隊も自ら、 このお金を稼ぐという部分も考えてもいいというふうには思ってますし、はあ、あと消費税、はい、消費税も自衛隊もかかっているので、はい、要は予算を主計局からもらって、<え>もう主税局に返納するみたいな、そんな感じになってるんですよ。はい、例えば、護衛艦はもう一隻作るのに2500の会社が関係してるんで、はあ、するるるたびに消費税がかかそうすると 防衛官全体で消費税、ボンとかけたら、はい、もう全然安くなりますし、えー、場合によっては国の防衛のためのものであれば、それは消費税をかけないとか、そういう税制という部分をやっぱ考えないといけないと思ってます、はい、油だって、気圧油税があるわけです、えー、自衛隊油、結構使いますから、はい、戦闘機も防衛官も、そ,ねえー、それにそういう税がかからなければ、その分、節約になりますから、はい、同じまだ予算でも、も実質的にプラスということも言えますから、えー、そういうふうに。 建設国債とか防衛納税とか消費税とか気圧油税とかそういう税制の部分も考えて。 やる必要があると思ってますはい。さて電力需給逼迫の対応策まあこれも大きな課題の一つと言われてます読売新聞がですね最大の焦点は原子力発電所の再稼働と報じてます東日本大震災の後安全審査を申請した27機のうち再稼働できたのが10機実際に現在発電しているのは5機だと言われていますで、岸田総理はですね供給力の確保に向けて最大限原子力を活用する まあこういうふうに話しているんですが佐藤さんこの原発の再稼働についてはどういうふうにお考えでしょうかもうやらざるを得ないでしょうね、はい、この夏の電力需給逼迫を乗り切るとともに、はい、さらに需給が厳しくなる冬に向けては<っ>安全性というものを前提としながらも原子力発電を最大限活用していくことが極めて大事になると思います、はい、特にまあ物価高いエネルギーについても、はい、ロシアのウクライナ侵略というのを 極めてててて効いていてこれによって物流が止まる、はい、日本の場合もロシアからも石炭を入れない、はい、でまたサハリン2で場合によってはガスも入ってこなくなると、はい、なると他に供給を取ろうと思ってもなんか入ってこない可能性がありますから、はい、そうなると原発は極めて大事なベースロード電源になりますので、はい、この部分は安全性を大前提としながらも最大限活用すると。 いうこととが必要だと思います、はい、このためにも、原子力規制委員会があの新しい基準に適応すると認めた場合には、その判断を尊重して、地元の理解を得ながら原発の再稼働というのを進めることが必要だと思います、はい、ただ、この原子力規制委員会の審査も結構時間かけてますから、<っ>これはね<っ>あの、大事なんでしょうけども、やはりこれまで以上に効率化っていう部分も考えながら、この審査っていうものをやっていただいて、はい、のやっぱり冬の、 電力需給逼迫を乗り切るためにも、もう原子力安全性と効率性という観点から対応すべきだと思います、はい、今、佐藤さん、物価高って出ましたけれども、えー、今週中にも政府はですね物価・資金・生活総合対策本部を開いて、5兆5000億円の予備費の活用方法などを議論する予定だということなんですが、この物価高対策についてはどうでしょう。はい、実はあの 今日第2回目の物価資金生活総合対策本部を開きます、はい、そこでいろいろ議論するんですけれども、やはり今言ったエネルギー、電力の問題と小麦、あるいは食料と加えて、これが結構大変なのは、農業関係で餌、あるいはその肥料、このあたりも結構今、上がっていて、影響してますので、それも含めて、今日議論する予定です。はい そして、日本と韓国の懸案であります。いわゆる元徴用工訴訟です。韓国のパク外相が今月十一日、現金化がなされる前に、望ましい解決案が出てくるよう努力すると話しました。え元徴用工訴訟では、韓国大法院が二千十八年、新日鉄住金。今の日本製鉄と三菱重工業に賠償を命じて、両者の敗訴が確定しました。で、原告の申請を受けてですね、韓国の裁判。 両者が韓国で所有する資産これを差し押さえて売却して賠償金に充てる手続き進めていますで、三菱重工業の件ですと早ければ8月にも最終的な判断が下されるまあ、こんな観測も出ていますえパク外務大臣は月内に訪日する予定だということなんですが、まあ、これ現金化がこのされる前にですねえどうでしょう佐藤さん韓国が解決案というのを出してくると思われますかはい 韓国側に解決案を出させないといけない,い,けないんです、す、はい、今回、韓国が一方的に国際法違反、あるいは国際条約違反という形を作っているので、韓国、はい、の責任をやらせないといけません、パ、えー、ク・チン外務大臣は、現金化の前に望ましい解決案を出せるよう努力するとして、はい、官民協議体を設けて、今、いろいろやってるようですけれども、えー、ただ、現行側のの反発ともあるので まあそんな簡単ではないと思いますけれどもこれは観光の責任でしっかりやってもらわないといけないと思いますただ相手が観光ですから決してねあの政権が革新から保守に変わったからといって大丈夫だと楽観視はできませんから我々もしっかり腰を落ち着けて観光側に出せということを強く言い続けるということが大事だと思います、はい、今朝はこの時間自民党外交部会長参議院議員の佐藤正久さんにお話を聞きました佐藤さんありがとうございましたありがとうございます